もう最初から言ってしまいます。おそらくこの車、2020年のね、僕自身の一番の驚きの車だったとね、言ってしまっていいかなと思います。スバルレヴォーグ STI スポーツ、今ね乗ってるんですが、いやーね、こんなにいい車になるとは思いませんでした。本当にね、レヴォーグ、どこを撮ってもね、なんかうならされる車ですよね。2世代目となるレヴォーグなんですがね、フルモデルチェンジをして登場したわけですが、本当にね、今回のフルモデルチェンジは本当に全てが新しいんですよね。例えば、いわゆる車体、これね、 SGP という、スバルグローバルプラットフォームを、インプレッサから使ってるわけですけども、今回ね、フルインナーフレーム構造というボディになりました。これ要は外反は全然こう力を受け持たないで、剛性とかね、強度とか全部こう中身の、フレームというかね、そっちを受け持つボディ構造なんですが、これがね、もう生産設備まで変えないといけないような、当然ね、大きな変革ということで、それをね、初めてレヴォーグに入れてきたわけですよね。そしてエンジン 1.8 リッターのボクサーですが、これも今までの 1.6 リッター、2リッターの、ボアアップだったり、ストロークダウンとかだね、そういうのではなくて、新開発です。フリクション低減とか、ね、オフセットクランクを使ってみたりね、全長自体も短くなってる。だからクランクシャフトなんか見ると感動的にこう薄くてですね、ジャーナルとかね、そういう部分が、ウェイトの部分とかびっくりするような、本当にね、コンパクトになっている。そして、最大熱効率 40% リーン燃焼というのを使って、ターボながらというか、ターボのね、旨味で、どんどん空気を送り込めるということはリーンにしやすいですよね。そういう制御を入れて最大熱効率 40% を実現したというエンジンで、 CVT は継続ではありますが、中身はもうほとんど入れ替わっているという話です。で、シャシーに関して言うと、前後サスペンションともね、ストロークが大きくなっていて稼がれていて、さらにこの STI スポーツではスバル初の、電子制御ダンパーが備わりましたね。ちなみに、ブランドはこれ ZF です。今までビルシュタインのイメージが強かったスバルですけども、この性能に惚れ込んでこれでやりたいということで、わざわざ本社まで乗り込んでいって、ぜひやらせてくれと言って、このダンパー採用したという話がありました。こだわりの選択ですね。4輪駆動システム、当然ね、AWD なんですが、4輪駆動システムもスポーツモードとかにするとコーナー立ち上がりでね、リアの駆動をこう高めるとか、減速時にそもそもね、リアの締結感を高めておいて、ブレーキングの姿勢を安定させるなんていう制御まで入っています。そのぐらいね、とにかく、その基本ハードウェアの部分でもそれだけね、違っていると、新しくなっていると。そして、アイサイト X ですよね。今までのアイサイト、さらに進化版として今回、前後のこう、斜め前方、斜め後方左右にレーダーがついて、そのあたりを、ね、検知できるようにと、普通のアイサイトもグレードアップしてるんですが、さらにこのアイサイト X では、衛星導きの電波と、そして高精度地図を使って、60キロ以下でのハンズオフができると、そういうような、制御も入っている。ハンズオフだけじゃなくて追い越し、支援機能ですとか、カーブ減速機能ですとか、そういうね、本当にこうレベル2としては最先端のものが入ってきているということになりますね。そしてね、このインテリアですね、新しい HMI、このアイサイト X をね、いかにうまく使ってもらうかというと、やっぱり情報量が多いので、もうデジタルパネル必須でしょうということで、メーターがデジタル化されました。そしてここ、厳密には北米でデビューしている新型レガシーにが最初ですけども、この大型縦型タッチスクリーンがね、採用されてますね。そんなわけで、もう他にもきっとあると思うんですけど、もうとにかく全部が新しいのがレヴォーグなんですけど、新しいだけではね、別に評価しようというわけには、いかないわけですが、僕はもうこれ乗ってね、本当にこの乗り味の進化にね、
感動しました。今までの正直レヴォーグのイメージだと、まず乗り心地が良くない、なんかバネがそんなに硬いわけじゃないのに、なんか底づくとなんかドスンドスンとくる、それなのにこう足は動いてて、何なんだろうなこれと思ってたとかね。あとは発進とか加速の時にこうなんていうかな、一体感がない、それもね前はまあ CVT だからかなとか思ってたんですけど、なんかね、発進の瞬間にどうも転がり出しにこうフリクション感があるというか、加速の時もちょっと思い通りいかないなとかね、そういう感じを強く持ってたんです。だからまあ正直あんま好きじゃなかったという言葉でいいと思うんですけど、まあね、それなりに途中で出てきた STI スポーツとかいい車になってきたなと思いつつも、何かが足りないと思ってたんですが、これはねやっぱり、まあ一番はボディなんでしょうね。あの土台となるボディが、まあね、合成4割アップでしたっけ、そのぐらいのすごいこと言ってるんで、まあそれはそうなるだろうと思うんですけど、要するにサスペンションを受け、ね、入力を受ける部分もしっかりしたので足がよく動くようになった、ね、車がこう発進する瞬間とかも車のいろんなところが、まあ、言ってみれば今までは歪むというかねじれてたわけですよね。そういうのがなくなってカチッとした動きになったんで、発進からすごく滑らかになった。もちろんね、まあ、駆動系がとかいろんなところのそういうロス低減みたいなのもあったと思うんですけど、そういうことでね機械としての精度がすごく上がったという感じですか。はい、ネジをギュギュギュッと締めたかのようないいもの感が出てきたなというのが、うん、すごくね実感ですね。まあそんなわけでね、だから走ってて非常に気持ちのいい車になってますよね。なんかねいいものに触れてるなという感じがすごくします。まあそのボディ剛性、そしてストロークアップしたサスペンションが、まあ、基本的によく動く。この車 STI スポーツなんで可変ダンパーね、電子制御ダンパーついてるんでなおのことなんですが、そうじゃない GT とかその系にね、その系のモデルに乗ってもすごく足がしなやかに動くけど、土台がしっかりしてるからなんていうんですかね、あの進路がブレないとかそういう感じはすごく出ていますね。ステアリングシステム、これ実は新しく2ピニオンの EPS、電動パワーステをね初めて採用したんですが、これもまたね、まあ、従来のパワーステアリングはまあ正直ちょっと一番安そうなやつだなって感じが、機械を見てもまあ実際そうだったんですけど、フィーリングにも現れてたんですけど、今回のこの車に関してはすごくむしろね、なんかいい歯車使ってますねみたいなことを言いたくなるぐらいのしっとりとしたフィーリングを実現していますね。これまた非常に、うん、気持ちのいい走りにつながっています。これね、首都高だと路面のギャップつなぎ目でね、こういうねトトントトンとか入力入ってくるんですけど、そういうのももう全くこう一発で受け流してしまって、とてもね気持ちがいいですね。むしろこう段差を選んで走りたいとまでは言わないけど、そういう感じになってますね。まあ、足回りで言うと、その開発責任者の方がおっしゃるのはキャラ編ですね。この STI スポーツに関してはスポーティーな走りの時には、思い切りスポーティーだけど、普段はね乗り心地をしっかりと出していきたいということをおっしゃってます。そしてね、今回このドライブモードが、ドライブモードセレクトがつきました。はい、今までね、まあ、SI ドライブというのがありましたけども、まあ、そこから進化版になりまして、コンフォート、ノーマル、スポーツ、スポーツプラス、インディビデュアルの、ね、5モードをこのステアリングのスイッチで選べるようになりました。インディビデュアルはもちろん自分の設定が可能ですね。面白いのはパワーユニット、ステアリング、サスペンション、AWD、アイサイト、エアコンと、ここまでね、変更できるんですよね。アイサイトを見てもエコ、コンフォート、スタンダード、ダイナミックが選べます。エアコンもマイルドとノーマル、まあそんな風にねかなり細かく設定ができるようになってますね。まあもう本当にせっかくつけるんだからそのぐらい楽しんでよというあの気持ちが見て取れるなと思いますね。でパワーユニット、これもいいんですよね。あの僕は基本的に CVT はあんまし好きじゃないなと言ってはばからないわけですが、あの
でもね、まあ、例えばトヨタのダイレクトシフト CVT みたいにいいものはいいなと思ってたんです。これはそういう意味では、ね、リニアトロニック、大きなシステムの変更はないわけですが、アクセル踏み込んでから反応するまでのなんかこうロスというかですね、なんかそういうものがなくなった感じ、スッと出るようになった。しかもそうするとむしろ CVT のメリットの方が生きてきて、こうまず 1.8 リッターターボエンジンがすごくトルキーなんですよね。下からすごいしっかり力が出てる。で CVT はもうね、回転域どこでも選べるわけですから、今一番おいしい回転域にスッと行ってすぐさまね力を出してくれるんですよね。だから本当にどこから踏んでもドライバビリティはすごくいいです。あのボクサーターボプラス CVT 最初出た頃はね、ちょっとあの回転先行でしかもドカーンとターボが効いちゃうから、こうすごくギクシャクした乗り味だなと思ってたんですけど、むしろね本当に、うん、胃のまま感がこんなに CVT で出せるんだというか、本来ね CVT はこうじゃなくちゃねっていう感じの走り味がね実現できたなと思います。エンジンもいいんですよね。最高出力177馬力、最大トルク300ニュートンメーターですから、スペック的にはそんなに派手なものではないんですけど、非常にドライバビリティいいし、こう音とかも澄んでて、あの普段はそんなに目立たないんですけど、加速の時とかのシャーッと回っていく時の音はやっぱボクサーのバランスの良さみたいなことをすごく感じさせます、うん、これもね気持ちいいですね。もう走りの話だけでもこう尽きないんですけども、アイサイト X ももちろん注目。本当に精度が高くて、この手のシステムの中で今もうダントツで一番信頼して使えるシステムになってるなと。まあハンズオフとかね、しなくても普段の、まあ、ACC の制御からしても全くいいし、こう車線の真ん中を維持するとかももうね見事というしかないっていうぐらいの精度が高い、はい、でさらにこのインフォメーション性がすごく優れてるんで、車が今どこに行こうとしてる、何を見てるとか全部すごく伝わってくる、まあ、そういうことも含めてね、まあ、現状ベストかなという出来栄えですね、はい、こうやって今ねちょっと道込んできたんでもうすぐスイッチ入れたくなる、このぐらいなんだろう嫌な感じがしないんですよね。あの前が空いたから突然すごい勢いで詰め出した、発進が遅いけどいざ発進したらねわーっと加速しだしたとか、そういう感じが全くなくて、非常にね、ねブレーキでつんのめりすぎることもなくて、すごく前の方までよく見てんなって感じる緩い減速から入ってってとかね、まあそういう制御もう本当に見事ですね。今も全然実はこれね足は浮かせたままなんですけど、はい、こうやって止まるのも自然だし、で再発進、はい、します、はい、というふうにね、まあ、アイサイトも素晴らしいで、これボディサイズ前のモデルよりか大きくなりましたけども、一応それでもだからまあ全長がいわゆる4700ミリといういわゆる昔の5ナンバーサイズを超えて、まあほとんどみんなが大きくなったといった5代目レガシーとほぼほぼ同じようなサイズになりました。実はね全幅も拡大されましたが、でもそれもね1800ミリで抑えているということで、まあね、あの5代目レガシーサイズではありますけど、まあ今のこの世の中でいうとまあちょうどいいサイズとね、使い勝手全く悪くないサイズかなというふうにね思えます。で、スバル車の美点であるこう全方位の視界の良さとかも、変わらないですね。実はここまでもう500キロ以上テストしてるんですけど、本当にねちょっとした瞬間にあの周囲の見やすさに助けられます。あの斜め後方とかもねプライバシーガラスで、暗くて見えにくいのかなと思ったらしっかり見える透過率というかね、そういうのになってるんですよね。そういうところのも含めてねスバルの良心みたいなものは変わってないなと思います。後席荷室の使い勝手もいいですよね。荷室も本当にきちんと、スペースが前よりかも広くなってます。
さらにね、リアゲートは電動式のがついたんですが、これもね、あのハンズフリーが可能です。ただ面白いのは、あのよくある足でねキックするタイプではなくて、キーを持って、スバルマークね、むつら星に体の一部が触れると開くというね、足のキックって結構精度がいるじゃないですか。だからそれよりかもあのマークに触れた方が使いやすいでしょうというの、僕はねこれもね、あのどっちがいい悪いとは言わないですけど、なんか一つ一つの、そういう要素にねきちんとした工夫とかポリシーがあるっていうのが、すごいスバルらしいなと思いますね。そして最後、まあ、STI スポーツというのに触れておきましょうか。仙台で、ね、出た STI スポーツですけども、今回その、まあ、最初言いましたけどキャラ編というのがありますよね。ドライブモード変えてスポーツにすると、まあ、本当にシャキシャキとよく走るんですが、でもねそれでも乗り心地が、決してスポーツプラスにしてみましたけど悪くはならないんですよね。もうやっぱりねボディがしっかりするとこういうことかというのを実感しますね。というわけでね、いやもうこんないい車になるとは、僕は本当に550キロぐらい、テストしたんですが、で長距離もかなり行きました。この、まあ、走りのね気持ちよい走り、自分で運転してる時の気持ちよい走りと、アイサイトでの、まあ、渋滞などでのすごい楽なところ、そして高いユーティリティ性、これをね味わったらね、なんかいやこれちょっと1台あったら本当にいいなって思い始めてしまいました。とはいえ一応まあ苦言も一つ二つでしておこうかなというところなんですが、まずは燃費ですね。今アベレージ 11.8 キロと出てるんですが、まあ、500キロ以上ほとんどまあ高速道路メインですよね。高速道路で走っていって、まあ、目的地に向かって下道を走ってみたいな使い方で、 11.8 キロはやっぱりちょっと物足りないですよね。ね、最大熱効率 40% のエンジンと聞くとなおのこと、もうちょっと頑張れるんじゃないのかなという感じは、まあ、してしまいますよね。まあ、実際の、ね、まあ、このセグメントの今のまあ標準値からしてもやっぱちょっとあと1割とはもうちょっとかな、2割ぐらい伸ばしたいかなっていうのが正直なところではあります。あとはね乗り心地ですね。もう本当にすごい上質な乗り心地、乗り味を実現してて素晴らしいと、基本的には、まあ、あんまり別に文句つけなくてもいいんですけど、ちょっとね郊外、まあ、いわゆる田舎の、ちょっと整備状況の良くない路面がねこう上下動が細かくずっとこうやって続くような道行くと、ちょっと特にフロント周りがなんか弱いような、あのバタバタバタっとするような感じがあります。普段の乗り心地の質の高さからするとそういうところでちょっとだけ不満を感じるかなというのはありますね。まあちょっとそれはね GT 系のモデルとかも試してみたいところですけども、それはこの STI スポーツでの印象です。でもね全般にはねすごく満足感高いですね。しかも価格がね安いですよね。この STI スポーツで410万円、約ね、はい、410万円、アイサイトがついてるグレードということでいうと GTEX、 こちらで、まあ、350万円を切ってくるわけですよね。この内容、このパッケージングでアイサイト X ついてこの値段、これはねいやもう本当に日本に生まれてよかった的なことではないかなと思います。とてもリーズナブルだと思います。このいわゆるこのサイズ感の欧州車で、例えばねこれだけの満足感とこれだけのハイテク使い勝手を、満たせるものがあるのかというと、ちょっと難しいんじゃないかなと正直思うぐらいこの車いいと思いますし、しかもねこの値段ですからね、もしまあ、なんか装備的なレベルとかパワーのレベルとか揃えようとしたら、まあ倍ですからね値段ね、ほとんどねって考えると、この、まあ、もう本当に素晴らしいコストパフォーマンスだなと思います。私的私的2020年、一番の車にねしてもいいかなというのがこの新型スバルレヴォーグの印象です。いや本当にいい車になりましたね。